今日の下着はこんな感じです。黒の下着なんですけど、刺繍がねピンクと水色かな、すごく可愛らしいデザインになってます。では下も紹介していきます。下はこんな感じです。下もね黒の下着でちょっとシンプルめのデザインになってます。ではセーラー服に着替えていきたいと思います。今日はこちらのグレーのセーラー服に着替えてみました。いかがでしたか？この動画が良かったら高評価とチャンネル登録お願いします。 Twitter や Instagram の SNS も頑張っているので、よかったら見てみてください。今日もありがとうございます。グレーでした。